アルネ・ノールヘームは、ノルウェーの作曲家。1982年より、オスロの王宮近くのノルウェー政府保有の栄誉邸宅、グラテンに居住。数々の受賞歴を持ち、1997年に、イサムの名誉会員に選出される。2006年8月18日、ノルウェー国立音楽アカデミーより名誉博士号を、授与される。 1948年から1952年、オスロ音楽院に学ぶ。音楽理論とオルガンの生徒として出発したが、後に作曲に転校、カール・アナセン、ビアーネ・ブルースタ、コンラード・バーデンに支持する。1955年、コペンハーゲンで、バンホルン・ボーに指示、支持、ついでパリで、電子音楽を学ぶ。その後、ビルサブンにて、電子音楽を学び。 ポーランドラジオの実験スタジオを繰り返し訪れ、ここで、ソリティア、ペース、ルクスイテネブレなどの初期の電子音楽作品の多くを制作する。孤独、詩、愛、風景を音楽的主題と定めており、それは、ノールヘイムの全国的認知をもたらした、スウェーデンの詩人 PR ロガクビストの詩による、歌曲集、宵の国にもすでに明らかである。 還元学のためのカンツーナで国際的にデビュー。これはジョバンニ・ガブリエリのカンツーネに触発されたもので、ノールヘームの専門分野である音楽的パラメータとしての空間と同じく、彼の歴史への関心についても、その研究成果を披露することとなった。ノールヘームの空間的思考は、死と人間の苦悩への関心に結びつけられ、事実上彼の最も有名な作品である。 管弦楽とテープのための墓悲鳴に欠実した。溶接したノルウェーのフルート奏者のアルフ・アンデルセンの追憶に書かれ、サルバトーレカジモドの詩、エドエスバトセラによる。元は管弦楽と合唱のために構想されていたが、電子的手段の使用によって演奏空間全体を歌わせることが構想をよりよく実現すると考えられた。その結果、 テープによる合唱のサウンドと還元楽とはほとんど、知覚不能なほど混合され、死の最終行は断片的に聞き取れるのみとなった。その後の主要作品に、テンペスト、マグマ、モノリス、コンフターティス、バイオリン競争曲、トロンボーンと還元楽のための、フォノスなどがある。2010年6月5日、聖去、78歳遺没。 ホールデュアド・アクスネス、ノルドハイム、アーン、グローブ・ミュージック・オンライン・エド、ローラ・メイシー、アーティクルアップデーテッド1 9 0 4 0ありがとうございます。